ボーダフォン 703SH は、シャープが開発した、ボーダフォン日本法人が販売する WCDMA 通信方式のボーダフォン 3G サービス、および GSM 方式を利用可能な携帯電話端末。2005年7月28日に、ボーダフォンよりプレスリリース、2005年8月5日より発売開始した。ジャテ通貨は2005年4月6日。この端末は、 日本の WCDMA 方式を採用する携帯電話端末の中では最軽量の部類に入る。小型化やポップなデザインに重点を置かれていて、カラーバリエーションなどから主に若年層や女性をターゲットにしていると思われる。900に SH や 802SH で不満が続出したユーザーインターフェースについては常時画面上部に時計が表示されるようになったり、 メール作成画面が改良されたりとある程度は改善されているが、基本的なユーザーインターフェースについては、X レ2シリーズの共通ユーザーインターフェースを継承している。本端末の発展型として、フェリカを搭載した 703SHF が発売されている。シャープ製 3G 端末で唯一、モバイル ASV 液晶を使用していない。ありがとうございます。